iPhone6 を買ってきました。こんにちは、しんじです。今回はね、iPhone6 を買ってきたということで、動画でね、ちょっと紹介をしていきたいと思ってるんですが、まあ、サクサクっとね、まあ、サクサクっととか言いながら、長くなりそうな気はするんですが、まあ、サクサクっとね、紹介をしていきたいと思います。ということで、これがね、iPhone6 です。まあ、開封とかしたかったんですけど、まあ、今回 au からドコモに MNP したんですけど、まあ、ショップというかね、まあ、店でこう出された状態だったんで、まあ、戻してもしょうがないかなっていうことで、まあ、もうすでに iPhone6 があります。こうやってね、まあ、iPhone5 と iPhone6、まあ、すごい画面がね、汚いんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、買いましたっていうだけですね、本当に。で、まあ、一応 iPhone の箱もね、あるんですけど、まあ、今回から、こんなね、すごいシンプルな、もう真っ白い箱になってます。これが iPhone5 の箱なんですけど、まあ、こうやって見てみるとね、もう全然、まあ、今回ね、スペースグレーじゃなくて、ゴールドを買ったんでこういう箱なのかもしれないですけど、まあ、本当に、シンプルになっちゃいました。うん。なんか寂しいですよね。で、まあ箱の中には、よいよ、おいっと。まあ箱を開けると、まあここにね、ここにこうやってね、iPhone が入っていたわけなんですけど、入っていたわけなんですけど、こうやって、まあ出すと、まあ普通にね、今まで通りの3点セットが入っていると。まあ一応ね、これも開けておきましょう。SIM カードの蓋を開ける用のピンが入っていて、これがまあマニュアル関係ですね。で、Apple のシールも入ってます。で、まあこれがね、本当にもうすでに出してるんですけど、iPhone6 のゴールドです。このゴールドがね、割となんか思っていたよりもね、全然いい色だなと思います。で、なんか開封動画的には、ね、物は出ちゃってるんだけど、まあこのシールぐらい、このね、動画で剥がそうかなと思ったので、剥がします。はい。まあ、まあ剥がすだけなんですけどね、本当に。あ、繋がってる。繋がってる。はい、剥がしました。これが、すげえ光ってますけど、iPhone6 のゴールドです。こんな感じで、ここが、イヤホンジャックで、ここがライトニングコネクタで、ここが、スピーカー兼マイクかな多分。で、まあ側面は、ここがね、あれですね。ここが SIM カード入れるところで、ここが、電源ボタンですね。で、カメラがここに、まああって、まあカメラがね、結構せり出してる。ちょっとわかるかな、わかる、わかりづらいけど、まあせり出してる。なので、こう置くと、まず最初にカメラが当たるっていう仕様になってます。で、こっち側が、これがね、マナーモードすぐ切り替えれるやつで、ここがまあボリュームですね。で、まあこれがね、iPhone5 なんですけど、iPhone5 まではね、上に電源のボタンがあったんですけど、まあ、iPhone6 からはね、横に電源ボタンがつくようになってます。で、まあ、iPhone6 をね、もうすでに、1日使ってはいるんですけど、まあ全然ね、そんな変わんないっていう感じですかね。なんか使いやすさも、まあ1日使ってみて、大きさっていうのは、まあそんなに、なんていうんですかね、いい感じというか、まあ、ちょっと大きいけど、まあ、全然気にはならないレベルですね。まあちょっと大きいなっていうのと、あとはね、アプリとかが多分 iPhone6 の画面にまだね、対応してないので、ちょっとこう、違和感があるというか、まあなんか画面に対するサイズ感みたいなのが、ちょっと気になるかなっていう気はしますけど、全体的には、全然、普通ですね。普通ですねって、新しいの買ったんだからね、いいですとか言えばいいのに、普通です。やっぱりもう iPhone は、iPhone はっていうか、もうスマートフォンは、割とこう、行き着くとこまで行ったなっていう気がしますね、やっぱり。もう iPhone5 で結構満足しちゃったんで、なんかね、新しいものだけど、もうね、うん。なんか数年前まで、Android を使っていた時とかは、結構なんていうんですか、スペック競争みたいな感じで、こう、
なんか新しいモデルが出るたびに、おーすげースペックだなみたいなことを僕も喜んでいたんですけど、まあ、iPhone5 にね、してからはなんかもう十分だなっていう感じがすごいしました。で、まあ、iPhone6 に乗り換えてみて、うん、もう十分じゃないですかね。なんかこれ以上のスマートフォンっていうのはなんていうんですかね、やっぱあの Apple とかがバンってね出してくれない限りは、まあ進化はないんじゃないかなと思います。で、あのここでね、ちょっと一つね、皆さんに謝らなければいけないことがあります。あの以前このね、僕が iPhone6 のね、こう、まあ、作ったやつなんですけど、これね本物、これなんか ここの時点でちょっとおかしいことに気づくかもしれないんですけど、これをこうね、これ実寸とか言ってたんですけど、こうやってね、こうやってね、こうやってね、ちっちゃくねっていう、これここうちっちゃくねっていう、これここ出ちゃってねっていうっていうね、意外に持ちやすいっすねとか言ってたんですけど、ちっちゃかったなんででしょうね。まあこれはね、僕が悪いんじゃないんですよ。これをペーパークラフトとして作っていた方が多分間違えたか、もしくは僕のプリントのなんか設定がね良くなかったんじゃないかなっていうね。実際でもこれね、思ったんですけど、こっちならすげえいいサイズだと思います。ちゃんとねちゃんとね、こう iPhone よりもでかくなってるし、 iPhone5 よりもでかくなってるし、まあ画面もねそれにつれてこうちょっと大きくなってる。でもこれ持ちやすい、これは意外に持ちやすいですねとかこう言ってたんですけど、本当実際にこうやって持ち比べてみると、こっちの方が全然持ちやすい。僕が作った方 iPhone 信じの方が持ちやすい、サイズ的にはね。これ電源入んないですけど、こっちだったら僕はすげえいいと思います。だこのサイズを Apple さんは出してくれればいいと思います。うん。